はい皆様どうも、ペヤカシの高橋達也です。皆さんお元気でしょうか。えー、現在、えー、今日何日だ ?3 月の20日ですね。ジョー・リポーズ。今日は,あの今日はあの休みの日だったので、えー、今日は一日のんびりしておりました。まあ、あの歌い手仲間にね、ご飯誘われたり、あのー、仮やりの、あのー、デートレアーティスティコその客層を決めるね、 重要な役職の人とご飯を食べたりとか,とかしてて、えーまあ、結局ちょっとまあ疲れが取れずということなんですが、まあ、これも仕事なんで、まあ、会食みたいなもんですよね。でまあ,あの1週間一応ねあの14日から一応まあ稽古が始まってでまあ一1週間123456日間働いて今日休みということで。 まああのここ1週間はね毎朝あのプロバム・ムズイカーレと音楽稽古がもう緊張の連続であってで、まあ、ソプラノ2人があの家に帰ることになって、えー、ちょっとね声が良くなかったのかその、まあ、その指揮者がねダメって言った可能性もあるしいろんな可能性があるので一概には言えませんけど、まあ、とりあえずその出来が悪かったので。 あの歌劇場の方があの読んだけどもうダメですということで家に帰されて今昨日かな昨日土曜日新しいソプラノが2人来ましてマリゴーナ・ケル・ケイジっていう有名なねあのソプラノ若いんです28歳のかかなものすごいうまいソプラノがいるので、えー、その人とその人が来て、えー、今稽古を進めておりますはいでまあ明日からあの一応稽古がね 5時間になるんですよ、ね、明日からだからそのプロバレジーやその演出稽古が3時から8時までぶっ通しであります。でそれがまあ明日と明後日かなあってで水曜日の23日水曜日からは朝指揮者の方はおおけ,け合わせがあって。 僕たちはまだまた3時から8時までねあの何て言うんだろうプロバデージー上がってで木曜から合唱と一緒の稽古が入りますようやくあの水曜日からか水曜日からん違うな木曜日からようやくあのパルコシェニコってあの舞台の方で稽古になるんですけど舞台の方で稽古できるようになりますはい。 でまあそんな感じで、えー、まあ稽古をしてまた日曜までぶっ通しである感じですね。でまあ日曜からは、えー、なんだろうまたレジーや演出稽古があって合唱付きの演出稽古があったり、えー、置き合わせで、えー、キャストとねキャストとの置き合わせがあったりってな感じではいちょっとまあ ちょっとまあ来週今週はちょっと今週はちょっとしんどかったですね。来週からちょっとまあ楽にはなるのかなという感じですね <laughs> まあちょっとまああのー、なんだろう抜きつつ声を抜きつつあんまりこうスタ,あのスタミナじゃないあのスタンコというと疲れないようにちょっと頑張りたいなと思いますでまあ今日もちょっと雑談な,なんですけど なんか今回久々ねコロナが終わって歌劇場セリアの歌劇場に戻ってきてあ結構、まあ、進めてるわけなんですけど、まあ、有名な人もいっぱいいるしねメトとかスカラとかで歌ってた歌劇の人たちと一緒にねこう、まあ、一番あの年取ってる人は60歳,、はい、60歳バリトンの人が51歳とか結構年配の方が多くてあの、まあ、ベテランな感じでね であの同僚のドン・ホーとモンゴル人のバリトンが同い年で、モンゴル人は2歳、2歳ぐらい年下かな。で、えー、あとは、誰だろう。主役のテノールの人が38歳とかで、まあ、今、年と国籍もいろいろバラバラなんですけど、まあ、ちょっと、なんだろう。まあ、話したいことっていうのは、なんか、 魅力がねあんまりこう感じなくなってきたというかこうイタリアで歌うこと、まあ、イタリアで歌うことっていうのはすごく名誉だしキャリアになるんですよねこうやっぱレベルが高いんで,でさっきも言ったようにソプラノが、ね、うまく歌えないからってこう多分イタリア以外の、まあ、フランスとかスペインとかもあるのかなでも一応まあ、ね、マリボルとかジョージアとかいて歌いましたけどうまく歌えないからってあのキャスト変えたりとかしないんですよね、うん でもやっぱりイタリアはそういうのが厳しいしやっぱりの後に控えてる人がたくさんいるんでキャスト合コンねあのマンダレビアっていうんですけどあのちょっとダメでキャンセルか歌劇場側がもう来ないでくださいっていうことを言うシステムがあるんですけどまあそんなことがあったりでまあなんかいろいろ今後のことをいろいろ考えててこうなんか外国人と一緒に歌うってことは すごく楽しい面もあるし苦しい面もあるというか演出家もイタリア人だしその指揮者もイタリア人だし、まあ、アジア人に対してこうよく思ってくれる人だったらいいですけどよく思わない人もたくさんいるので,で、まあ、歌劇場の雰囲気としてこうアジア人をよく思わない歌劇場もあるしあのなんだろうそんな中でストレスを受けながら仕事する意味があるのかなっていうのが。 正直今回ちょっとなんかあの参加参加っていうか久々セリア戻ってきて歌ってみて思いましたなんかここでなんかこういう思いをしながら仕事一生続けていくのはどうなのかなっていうのが正直な感想です今あのすごく声のことを勉強したりとかそのなんだろう自分がうまくな,るなっていくっていうのは実感があるんですけどやっぱこういうね 四六時中歌わないといけないし一日2時間とかいうわけじゃないんで一日本当8時間ぐらいずっと歌わなきゃいけないしでそんな中でねあの体調管理も気をつけながらで、まあ、こうやって日曜会食に呼ばれたりとかでイタリア人の人に「飯行こうよ」とか言われたりとかね断れない時もあるので僕はまあ結構断りますけど、まあ、一緒に飯食いたくもないんで <laughs>。 であのー、まあなんだろうそんな中でだからその好きな指揮者とか嫌いな指揮者もいるわけですよだからこううまくこうなれるような指揮者だったりこういいことを言ってくれる指揮者だったりっていうのがいるんですけどそれもまあそこに当たるか当たらないかもっていう問題もあるしそんな中で歌うんだったら僕は嫁とこうなんかこう。 音楽を一緒にでできたらいいかなっていうのでやっぱりこうソロでオ、OK、ケとかなんかオペラとかではなくてなんかソロでねこうできたらいいんじゃないかなっていうのが今回ちょっとなんか強く思いました今後なんかオペラをこうやってこうなんかイタリアでヨーロッパで歌う歌っていくっていうのがいろんなねストレスを抱えながら生きていかなきゃいけないんで。 なんかそんなストレスを抱えながら歌うっていうのが楽しいのかなとか僕の人生に必要なのかなとかいうのが正直な思いです今。まあすごい大変なんですよだからイタリアでこうソロでねアジェンツやその海外事務所に所属して歌うっていうのはすごく名誉なことなんですけどでもなんか今の世の中なんかこう人種差別も激しいし。 そうなんかそんな中こう我慢して我慢してそんなこう海外に執着してこう歌うところに幸せはあるのかなとか思ったりとかしました、はい、正直な話で、まあ、まだ迷ってますけど、まあ、これが最後になるかもわからないし、まあ、まだプロダクションはアジンツは取ってきてくれるんで、まあ、続くとは思うんですがでもなんか うん、なんか幸せっていうか喜びを感じてません今回正直。なんかこうあの大きな歌劇場で歌おけ、OK、でねこうすげえ指揮者とこう自分をこう高めてくれるようなこの同僚がいてくれれば多分また別の話なんですがでまた自分のレベルもねこう上がっていればいいと思うんですけどなんか。 それだったら嫁と一緒にこうなんか歌曲とかねこういい歌曲いっぱいあるんでいい歌曲とかあのオペラアリアを2人でこうそれこそ芸術だと思うんで嫁は天才だしで俺の声とこうねこう2人で音楽が作れたら最高じゃないかなとか思ったりとか今しています、はい、そんななんかこう気の合わない同僚とか例えばそのねあのまあ歌劇場1人で働いてい,るいろんな人が衣装の人がいたり化粧する人がいたり あのね、音楽舞台監督がいたりとかいろんな人がこう関わってるのでその人たちと一緒になってこう作っていくにあたってその人たちの中にそうなんかこう嫌な僕がこう合わないような人が一人でもいたらなんかいい音楽ができないんじゃないかなっていうのが正直な思いです。はい、なのでまあ今後どうなっていくか分かりませんがとりあえずまあこのプロダクションはあの頑張って必死でねえまちゃんも見に来てくれるんで。 <laughs> あの頑張りたいなと思いますがまあうん,なんか今後どうなるのかなとかいう思いの方がちょっと今大きいです。はい、やっぱ変なっていうかやっぱ気強いんですよねみんなこう気強い人が多いからうんなんかねそんな人たちと歌うその人たちを競い合って。 生きていいいく自信がないというか僕弱いので結構うんそんなそれだったらもう後世に後輩に託した方がいいんじゃないそのね僕がこう日本人でやっぱ一流の舞台に立つ日本人のテノールがねこう世界の舞台に立つバスとかバリトンとかソプラノとかメッツとかこうイタリア人に負けないようにこう歌,歌うっていうのが僕の夢なので。 それはまあ後輩に託して僕は一生懸命こういろんなとこから情報を盗んでこういろんな人をうまくさせた方がいいんじゃないかなとかいうのが今正直なはい思いです。ちょっとまあ長くなりましたちょっと雑談ですが何か何があったってわけじゃないんですけどあのやっぱりこう稽古をしていくうちにどんどんこう自分がしたい音楽とかけ離れる場合もあるんで。 なんか自分がしたい音楽じゃない音楽をこう歌わなきゃいけない僕が歌いたいように歌えないとか指揮者がこう指示したように歌わなきゃいけないとかいう束縛もあるので、うんまあ、大して好きじゃな好き,じゃ,好きなじゃないので <laughs> 正直な話だからそういうなんかそういうストレスを抱えながら音楽をやる意味はあるのかなとかはい。 思ったりもします、はい。やっぱこう気の合う仲間と気の合うオケと気の合う歌劇場で歌えるのが一番まあそんなのもうほんとまれですけどねそんなのは。でもその点やっぱりそうピアニストとか楽器をやってる人はやっぱソロが多いんでソロでそういう風な音楽でいい指揮者がいてこう指揮者と心が通い合ってるような音楽ができればいいんですけど。 うんなんか僕がこう目指してるような音楽ができない感じがしてちょっとなフラストレーションというかストレスがたまっておりますはいでまあそれを続けてる意味続く続けていく意味あるのかないのかっていうのが正直な話ですね正直な思いというかはい <laughs> てな感じですちょっとまああのー、暗い話というかなんか、あのー、あんまり僕結構正直なのであのー 今後のことを考えつつ日本でねやっぱ歌う機会を増やしたいっていうのがやっぱ正直なところですね日本人にこう自分の声を聞いてもらいたいっていうのがはいイタリア人とかではなくてはいてな感じですはいまたあの応援のほどよろしくお願いいたします、はい というわけで、えー、いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またね、オンラインリストもやっておりますので、興味のある方はメールから、えー、連絡ください。というわけで、まあ、残りの稽古もちょっと、まあ、頑張っていきたいなと思います。応援よろしくお願いいたします。高橋達也でした。チャオチャオ。